日の国酒造株式会社は、かつて、熊本県熊本市に本社を置いた、日本の醸造企業である。2013年8月1日に、酒造事業を株式会社美少年へ、事業譲渡・種類製造免許を熊本西税務署へ返納し、酒造事業から撤退した。事業譲渡後の2014年5月20日に、熊本地方裁判所から、破産開始決定を受けた。 ハサンジの社長は中野松直。旧社名は美少年酒造株式会社。美少年の銘柄で日本酒を製造、販売したほか、焼酎も製造していた。2008年9月、米販売会社、ミカサフーズのグループ企業の卸売会社、タツノミが工業用の自己米を食用として不正に転売していた問題が明らかとなった。 美少年酒造が出荷した3万本の日本酒等にも残留基準の3倍の殺虫剤成分のアセトミプリドが検出されたベトナム産のウルチ米を原料として使用していた。そのため当該原料を使用した可能性のある商品の自主回収が行われた。石は茂農省は責任は不正を見抜けなかった農林水産省にあるとして同年9月30日。 美少年酒造に対し謝罪した。2009年3月31日、上記、ミカサフーズのグループ企業の卸売会社、辰ツノミから1987年から2007年まで約20年間にわたり多額の裏金を受け取っていたことを社長の大型直明が記者会見で公表した。すなわち、美少年酒造が酒の原料米として仕入れた一等米をタノミに 精米を委託していたが、辰野美は、実際には、その一等米を市場で売却し、三等米などの価格の低い米を購入して精米し、美少年酒造に納入しており、その売買価格の差額が、裏金として、ミカサフーズ社長より直接美少年酒造社長のもとへ、届けられていた。2013年7月31日で、醸造事業を売却したため、商品はない。 ありがとうございます。